どうもなおちんです。今日はゼルダ無双のダウンロードコンテンツ第1弾が配信されましたのでやっていこうと思います。よろしくお願いします。まず、クエストが2つ追加されております。ここだね、EX アッカレトリデーの道、推奨レベルは50となってます。そしてもう一つ、ここかな、EX 怒涛の襲撃、レベルが85となってます。ともう一個ね、どの辺だったっけ、あ、ここだわ。うん、EX 王立古代研究所、ここでなんかねクエストを進めていかなきゃいけない感じなのよね。まあ、とりあえず今日はここやってみたいと思います。新しいクエストです。難しいかな。では行きましょう。久しぶりだからあんま覚えてないかも。ああ、チャージ攻撃なんかは大丈夫だな。よし、はいはいはい、こういう感じだったね。まあまあ思い出しながら行きましょう。あ、ガードが、あ、これか。ガードとかもね、忘れてるようじゃ全然ダメだ。ZL がガードね。うん。よし。はいはいはい。で、弓がどれだ ?ZR が弓かな。あ、ZR が弓だ。で、爆弾とかが、これね。OK です、OK です。行こう。で、目的が、隊長たちの目的地到達。オッケー。そんなことなら任してよ。とりあえず全員倒していけばいいんでしょ。全員倒していけば、ついてくるもんね。はい、おいで。早く。来ないじゃん。あ、まあまあ、俺が行けば、来てくれんのかな。こっち側なんかいるぞ。おお、初めて、白銀モリブリンの、なんか、爆弾たるを、あ、怖い、なになに、おお、なに、初めて、こいつ。なんだこいつ。爆弾を背負ってる。で、しかも、俺が爆弾で起爆すると、自爆するみたいな、そういう、わけのわからない感じのやつだね。なんもないんかい。なんもないんじゃん。まあ、とにかく、他の拠点を倒していきましょう。お、次は、あ、ゴロンの隊長がいる。しゃ。弱い。まあまあ、推奨レベル50だからね。大したことない。おい。あ、いい、はい。おわ。戦いにくい。おい。白チュチュがちょっとめんどくさいことになってるよ。苦戦してないじゃん、もう。もう倒したでしょ?倒したね。で、次はこっちか。行きましょう。まだ敵はいそうだ。ああ危ない。お、ウィズローブ。あ、なんかウィズローブのなんか新しいのが出たっていう話を聞いたんだよな。うわっ、マジか。待て。ああ、遅かったー。めちゃくちゃ遅いじゃん。あ、倒した。別に大したことなかったね。うん、そんなもんか、ウィズローブ。あ、まだいた。よいし。終わりー。フリーズ・ウィズローブ。あ、こいつか、新しいのは。こいつが新しいウィズローブか。しゃあ。倒した？あ、倒したね。よし。オッケー。こっちに、迎えっていうことだね。よし、みんな行くぞ。
当たらない。当て方あったっけ。ああ多分ね、ある程度倒しとかないと隊長たちがこっち来てくれないんだよな。よし、シャシャシャ、オッケー、はい、来たね。行くぞ。さあ何が出てくる。隊長たちがこっちに来たらなんか出てくるんだな。ボスはなんだ、なんだ。はい、来て来て来て。お、でかっ。えっ。あ、なんだこいつ、面白い。よし、うわー、いや、なんかさっきテンスラ見てたからなんかね、スライムに見えるわ。お、エレキチュチュが現れた。うわー、あー、おっきいおっきいおっきい。面白い声で。よし、待て待て、あ、よし、これでいったやろ。お、やりにくい。で最後もう一匹か。あ、違う、モリブリンが出てきただけだった。しゃ、いいよ。ああスマッシュ溜まってた。ライネルまで出てきた。まあいいや、とりあえずここを倒しときましょう。おお、最後なんか怒涛のボスラッシュだね。え、どこ、ライネルどこ。あ、そっちか。行くぞライネル。よし、オッケー。まだ終わらないね。さすがにそこじゃ終わらないでしょう。よし、いいよ。はい、終わり。これでクリアでしょうか。どうだ。あ、クリアだね。あ、なんか新しい敵も出てきて、おお、面白い。よし、クリアですね。ああ、また増えた、また増えた、増えた。新しいのが増えましたね。剣士の危機、推奨レベル59。これが出ました。なんかね、武器が追加されたんだよね。リンクのフレイルと、ゼルダ姫のマスターバイクが追加されたみたいだけども、あれはまだ、先なのかな？こういうのを全部クリアしたら出るのかな？まあまあ、とにかく、今日からやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。